沖縄戦後の那覇駅那覇駅は1914年12月1日から1945年3月までの間沖縄県那覇市にあった沖縄県営鉄道与那原線海陸連絡線の駅である現在駅があった場所は那覇バスターミナルとなっており近くには沖縄都市モノレール線の朝日橋駅がある対向式ホーム一面一線 島式ホーム1面2線の計2面3線の地上駅。さらに、機関庫、修理庫などの設備を有しており、県営鉄道唯一の転車台が存在した。側線も4から5本設置されており、県営鉄道の駅の中では最大の規模を持つ駅であった。海陸連絡線は貨物線としての利用が主だったため、ホームは設置されていなかった。ただし、貨物の積載所が存在した。 駅跡に建設された中バースターミナル戦前から減損する中島の大石前日のように戦後は中バースターミナルが立地し、鉄道駅時代と変わらず交通の要所となった。バスターミナルは再開発のため2015年5月に一旦閉鎖された。沖縄戦や戦後の米軍による整地などにより、バスターミナル供用当時は駅があったことを示すものは何も残っていなかった。 唯一戦前から現存する構造物に現在バスターミナル構内にある中島の大石と呼ばれる琉球石灰岩の大きな岩がある。県指定天然記念物に指定されており、県営鉄道開通前から戦時中、そして現在においても位置は変わっていない。バスターミナル閉鎖後、再開発工事中の2015年10月に那覇駅の転車台以降が発見された。 ありがとうございます。